コンソメプラスボーカルもみとベース石井とイタズチです。よろしくお願いします。はい、みんなで一つのテーマについて話し合うコーナー、はい、今日のテーマは、はい、鬼滅の刃。おちょっと急になんかその、うん、反感買いそうなテーマじゃないですか。大丈夫ですか。なんで否定するの。反感買いそうってことめっちゃ好きな人がおらんやろ、うん、あー確かに。この3人の中に漫画は俺漫画は前回読んだ。前回読んだ全部読んだ。あー映画は見てない。あ、見た？見た？え、見た？見た。知らなかった。え、じゃあ、そっち一番知ってるやん。映画の感想どうやった？映画は、うん、あの、俺映画見て、うん、漫画の方にまたずった。だから最初漫画見てて、うん、漫画見てて、アニメ見て、うん、映画見て、うん、漫画を、その、列車編をまた見たって感じ、うんうん。大好きやん。泣いた？いや、俺は泣かなかった。おぉ泣かへんねや。泣くわ。あれえ、漫画で泣いた。泣いた。うちすぐ泣くもん。うち鬼滅の刃めっちゃ泣いた。何回も泣いてんだよあれ。え、マジで、うん、あ、でも、うん、俺は最初泣いちゃう。あ、なんかグッとくるとこもあるなと思ったけど、うん、なんかあ、いいのこれ話して。俺の考えだけど、なんかすごいそればっかりで、うん、なんかまたこのパターンか、はいはいはい、っていうのが多くて。まあでもそれは漫画、少年漫画あるあるやからな。まんまといつも泣いてんねん。俺はとにかく鬼滅の刃一番ちょっと俺が納得いかへんのが、うん、いきなり納得いかへん話からすんの、うん、いやここが本当に一番好きなとこから言おうか。好きなところはやっぱキャラデザインがすごい。おー、うん、なんか惹かれる。だからこそやねん俺のこの気に入らんところは。気に入らんところ、あのめっちゃ強い人いなくない？いや、なんかそれ敵やん。じゃなくてさ、少年漫画ナルトとか、うん、な、ああいうのがかっこいいところってさ、あーもうやばい、どうしようどうしようって言ったら、スーパーマンがおるかな？そう、助けてくれるみたいな。言ったらだから、ナルトからしたらカカシみたいなさ。おー。でもそれがいいんじゃないの？なんか。そういう強い人がいてほしかった。そう。いや、柱は全員弱な。いや、だからさ、うん、いや、みんな死ぬやんって思ったやん。もうドキドキした。いや、はぁみたいな。柱さんけど、なんだろう、やっぱり人間じゃないですか、うん、あくまで、うん、だってジャンプやね。鬼はだってなんか、うん、あの鬼はな、とんでもない女性が筋肉が、うん、通常の倍みたいな、うん、ジャンプ力も上がってみたいな。だから人間では そもそも勝てないような人と戦ってるみたいな状態だから、まあそうなのかなと思って。柱といえど、なんかそれが良かった。なんかさ、あのさ、親方様とかさ、もう何の力もないやん。いや、カリスマ性が揺らぎカーが揺らぎカーもう力は何もない。なんかそれがすごい逆にいいなと思った。まあ、そっか、うん、なるほどね、うんうん、でも、俺はとにかく、うん、あーバシッっていうのが俺もとにかくこれが欲しかったから、バシがもうあかん、終わるバシッみたいなやつ。でもそれやったらもっと長くなりたってさ、やな話だから長いナルトとか70何回とかさ。でもさ、ドラゴンボール、まあいわばもうさレジェンド的な、うん、ドラゴンボールもさ、やっぱさ、あんなに言ってたピッコロさんがご飯こうやって守るみたいなさ、うん、なんかああいうのでな。俺その鬼滅見てからナルトちょっと読んだんや。ナルトはもうオンパレーゼ。すぐ師匠助けてくれるし。確かにな、うん、絶対来てくれるもんな。もうその度に俺はうぅあ、でもそれで言うとさ、ドラゴンボールもそうやけどさ、うん、インフレしてくやん。いや、ピッコロさん、あんな強かったのに、うん、もうなんか全然やんみたいになるやん。ピッコロさんはそれ一番セーフの人やん。あ、そう、一番セーフの人ね。一番セーフの人ね。ヤムチャとさ、天津飯とさ、もともとやん。老眼風景。足元がおるんですよ。そういう意味では、鬼滅の刃は、なんか気持ちよかった。23巻で、みんな今話題で、今見ようと思ったら、もう最初から最後まで見れるから、あ、美味しそうになんだっていう。違う。で、それは欲しいのよ。これだけをもう求めてんのは。でも別になんか鬼滅の刃さ、あの面白く読んでたから、なんかもっと読みたいなと思ってたの。なんかさ、あのさ、炭治郎さ、すごい頑張って修行して、めっちゃ強くなってさ、うん、ダイジェストやもんな。修行ダイジェストした後に、あのさ、雑魚鬼をさ、倒すとこもうあんま出てこんやん。もう強いやつしか出てこなくて、なんかそれもっと、
なんか見たかったの、強くなった成果のそこもっと見たかったのに、まあでもそれなんか間延びするんやろうけどな。まあ なんかでもワンピースとかはそれの一人一人のストーリーをな、うんうん、黒バックで書いてるよね。黒バック回想シーンな。そうそう、はい、まあこの感じみんなもね、はい、感想よかったら書いておいてください。はい、はい、ありがとうございました。あ、ここで終わんの。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。コンソメプラスの YouTube チャンネルでは MV や歌ってみた、演奏してみた、ライブ生配信なども行っております。最新の動画はこちらからチェックしてください。動画を見てなかなかええやん、ちょっと応援してやろうかなと思ってくれた方はこちらからチャンネル登録してください。その他コメントや高評価もお待ちしております。じゃあねー。